こんにちは。今日は円運動の加速度を考えていくよ。まずは前回のおさらい黒板を見てみよう、えー、前回円運動の速度方向と大きさを考えてね。円運動の速度は円に対して接線方向。これは半径に対して直角だったよね。で、大きさはって言うと円運動の角速度オメガを使うと、えー、もちろん円運動の速度は。 半径にオオメメガガを掛け算した R オメガだったよねさあ今日はこの速度を踏まえて今日はね円運動のこの場所を通過する瞬間の加速度を考えていこうね。さあじゃあ円運動の加速度を考えていきたいんだけどもここでは速さが一定の円運動に限って話し進めるよ。 速さが一定の運動を等速円運動って言うんだよねまあタイトルにも書いてあるね等速の場合これどういうことかというとゼロ秒の速度もちろん方向は接線方向だよねその速度の大きさを V 方向を含めてベクトル記号で V ベクトルって書いてあるよね一般的に速度は方向を持つからベクトルなんだよねそれが T 秒後の速度 V' ダッシュベクトルと ゼロ秒の速度と t 秒後の速度を区別して表したよね。等速っていう限り最初の速度と後の速度は同じだって考えようね。じゃあ、えー、加速度なんだけどもゼロ秒っていう瞬間の加速度を、A、方向を含めてベクトルで書いておこうい,い。いもう一回言うよ。この瞬間の加速度が知りたいっていうのを覚えておいてで。まず加速度は おさらいなんだけども加速度は1次元の場合は思い出して1次元の場合は加速度って割り算だっていうね増えた速度を時間で割り算したあるいは速度の変化を時間で割り算したのが加速度だよね。でもし1次元だったら後の速度 V' だよね V' から初めの速度を引き算しこれが速度の変化だよね。 それを時間で割り算したものだと。なんだ、等速ならば速度の変化ないじゃないかと。一直線上だったら速度の変化はゼロでね。ところが速度これ方向を持つよね。後の速度 v ダッシュ方向を含めると v ダッシュベクトルと最初の速度もベクトル記号で表しておくとえ大きさは同じでも方向違うよね。 いい最初の速度が0秒の速度 V ベクトルで後の速度 V' に変わった方向が違うのでえベクトルの引き算は0にはになならないよねでそれを時間で割り算したものは加速度加速度もベクトル記号で表しておこう。いいさあこの、えー、式を使って加速度ね0秒の瞬間の加速度を計算していくんだけどもまず V' ベクトル引く V。 ベクトルの引き算って終点同士をまず一致させよね。どういうことかっていうと最初の速度は V ベクトル上向きで大きさ V だっって考えるね。で T 秒後の速度視点を揃えるとこれが T 秒後の速度 V ダッシュベクトルでね長さは同じだよ。えまず えー、この2つのベクトルをなす角度は一体いくらかなっていうと半径が進んだ角度がシシーータだだよね半径がが進んだ角度がシー,ターであれば速度の方向もシーター変わってるよね、えー、ちょっと実際やってみるとこれが、えー、僕の右の腕が半径で速度は接線方向だったよね。えー、もし半径が30度進むと速度は30度傾くのが分かるよね。 えまさに2つのベクトルの出す角度は次にこのベクトルの引き算みんなベクトルの引き算っていうのは視点を揃えたんだから終点同士を結べばいいの分かるよね、えー、もちろん終点同士を結ぶこれが速度の変化を表すベクトルいいこの速度の変化はこの黄色い矢印そのものだといいここまで大丈夫かな さあこれを踏まえてまず加速度の方向を考えてほしいんだけどもいい加速度の方向とこの速速度度のののの変化を表すベクトルの方方向向は同じだよねいい加速度の方向とこの黄色いベクトルの方向は同じだということは加速度は速度に対してさあここの角度何度かなって考えてほしいんだけどもほぼ90度じゃないかな。 どこが90度なんだと二等辺三角形があって底辺底角か底角は90度には見えないかもしれないんだけどもえさっきから言っている瞬間ってどういうことかっていうと0秒の一瞬捕まえるためには t 秒後っていうこの経過時間はこれはできるだけ0に近づけていきたいよね。 経過時間をゼロに近づけると当然進んだ角度もどん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 ゼロに近づいていくはずだよね。いい二等辺三角形の頂角をゼロに近づけるとどうなるかっていうとちょっと書いてみたいんだけどもこんな感じになるよね。もう超細い二等辺三角形イメージよねそうすると底辺っってもうこううなっちゃうよねえつまりどういうことかっていうと二等辺三角形の頂角がとっても小さかったら 定角はほぼほぼ9 0度だと見なすことができるつまり速度に対して加速度はこの九十度の方向だとだから0秒の加速度の方向は速度に対して直角なんだから円の中心向きだっていうのは分かるねいいもうキャリから 速度の変化これが加速度の方向なんだけどもこシーターを0に近づける極限を考えると加速度の方向は円の中心向きだってのは分かるよね。さああと大きさを計算するんだけども加速度の大きさを単に、A、って表しておこう。いい加速度の大きさはこの黄色いベクトルを時間で割り算したものだと。 じゃあこの黄色いベクトルの長さは一体いくらかななんだけどもこういうことを考えるよ。今半径 V とする扇形を書いてみよう。こうやって、ね、いいえ半径 V の扇形のこの長さは一体いくらかなっていうと半径中心角だよね、えー、前回ね、えー、この進んだ距離っていったときに。 この扇形の弧の長さは半径かける中心角 r シータ進んだっていう話はあったよね。それと全く同じように今円の半径が v で中心角がシータなんだからこの扇形の弧の長さは v かけるシータと表すことができるよね。えなんでここで突然扇形の弧の長さが出てきたかっていうとこの黄色いベクトルの長さはほぼ この長さに等しいとみなして良さそうだよねなんだ全然長さが違うじゃないかと思うかもしれないんだけどもさっき言ったようにシーターどんどんゼロに近づけるよねシーターをどんどんゼロに近づけると扇形のこの長さとこの黄色いベクトの長さはほとんど同じとみなして構わないよねつまり近似的に近似的にこの速度の変化を表す黄色いベクトの長さは この長さは V シーターに等しいと考えていいわけない,い。近似的に V シーターこれが、えー、このベクトルの変化を表すね、えー、その長さだとそれを時間で割り算したものは加速度さ加速度の大きさは V シーターを時間で割り算したものだここまで大丈夫かなここでよく見てほしいんだけども、えー、シーター割る T ってあるよねこれ覚えてるかな 進んだ角度を時間で割り算したものって円運動の角速度だよねえ角速度だっていうことはえもちろん速さにここオメガを掛け算した V× オメガと表すことができるわけだ。どうかな速度みんな覚えてるかな速度はそもそもが半径にオメガを掛け算したものだったよね。 さらにオメガ掛け算してるよねえ、つまり V イコール R オメガなんだけどもさらにそれオメガ掛け算するとどうなるかというと r けるオメガにオメガを掛け算するんだから R オメガ二乗と表すことができるよねいいさあ加速度分かったかな加速度のまとめがここに出るよ加速度のまず方向は円の中心に向かう方向だよね 大き,さは大きさは速さにオメガを掛け算したものなんだけども速さは r オメガだから結局 r にオメガ2回掛け算した r オメガ2乗って表すことができるんだよね。さあ加速度の方向は円の中心向きそして大きさは r オメガ2乗だよこれしっかり覚えようね。 さあここで等速円運動の速度と加速度もう一度おさらいを含めてまとめていきたいんだけどもいい円運動速度は接線方向だよね、えー、等速円運動の場合加速度は円の中心向き速度は接線方向加速度は円の中心向きこれをまずしっかり覚えておこうね。そして大きさなんだけども半径が r で角速度が オメガと与えられている場合にいい半径と速さと加速度はどういう関係があるかなっていうと半径にオメガを掛け算したものが速度だよね。ということはもちろん速度は r オメガと表すことができるよね。さらに加速度はまたまたオメガを掛け算したよね。 またまたオメガを掛け算するとどうなるかというと。R. オメガ二乗って表すことができるわけだ。だから半径速さ加速度の関係はって言われた。らとにかくオメガ倍オメガ倍。R. R. オメガ R. オメガ二乗。もう一回言うよ。半径速さ加速度はオメガ倍オメガ倍だから。R. R. オメガ R. オメガ二乗。これリズムでね、ちょっと覚えてほしいわけだね。 まあ、数学でもし等質数列っていうのを習ってる人がいたらあこれなんだ等質数列じゃないかっていうのはもしかすると気づいたかもしれないよね。初行が R だったらオメガ倍ねオメガ倍っていうのはまさに数学でいう等質数列になってるわけだよね。R R、オオメメガ、R オメガ二乗ここをすっかり覚えちゃって。はい、で加速度をもう一回見てほしいんだけども R オメガ2乗って表してるよね。 加速度は r オメガ2乗なんだけども、え実はオメガ使わずに速さで表現できるはずなんだ。えそれどういうことかっていうと、えそもそも速さは r オメガだったよね。えこの式からオメガ導くとオメガは r 分の v ってまず書けるよね。えそれを加速度のオメガのところに代入しよ。でそうすると 加速度は R×R 分の V2 乗とと表すことができるよねそうすると R と R2 乗が役分されるわけだから加速度は R 分の V2 乗と表すこともできるよねえ。つまりこの速度と加速度の式を組み合わせるとオメガを消去すると加速度っていうのは加速度は。 半径と速さを使って R 分の v に乗って表し方もあるんだこれも、えー、この速度と加速度の関係から自分で導けるよですよねさあまとめるよはいここに出るよ、えー、まずそこ消そうね一回ね、えー、半径速さ加速度はとにかくオメガを一回ずつ掛け算するい,い、速度は R オメガ加速度 R オメガ二乗 RR オメガ R オメガ二乗まずこれしっかり覚えてね そして加速度は,加速度は、えー、オメガ使わずに半径と速さを使った、R、分の v 以上っていう書き方もできるんだこれもしっかり覚えようね。半径 2.0m の円周上角速度3.0ラジアンマイセカンドの等速円運動をする物体があると。 物体の速度加速度の方向と大きさを求めようとえまず円を書いてみるよこれはね円があって中心 O と書いておくけども半径が2 0メートルねの円周上に物体を置こうこれね物体があって今時計と逆回りに角速度がオメガね ラジアン毎秒と与えられているといいさあ速度の方向なんだけども速度この瞬間速度はもちろん接線方向だよね。接線方向で大きさ V って書いておくよ。さらに加速度どっち向きだっけ等速円運動の場合加速度は 円の中心向きだったよねこの O に向かうのが加速度の方向 E 方向は速度接線方向加速度は円の中心向き大きさ覚えてるかな大きさなんだけども半径と速さと加速度はオメガ倍オメガ倍だったよね。オメガ倍で速度またオメガ掛け算すると加速度になるんだってね。えまあ、これを利用するとまず速度の大きさは もちろん半径にオメガを掛け算した r オメガなんだから半径2.0に角速度3.0を掛け算するともちろん 6.0m/s と表すことができるこれが速度の大きさで方向はもちろん接線方向って答えるんだよね。 方向って答えれるよね。いい。えさらに加速度は加速度は r にオメガ二度掛け算したものだよね。まああるいは速さ今さっき計算した速さにオメガ掛け算するでもいいよ。まあ r オメガ二乗を利用すると二点ゼロかける三点ゼロの二乗これ計算すればいいわけだね。えそうすると二かける九となるわけだから。 18となるよね単位はメートルマイセカンド2乗と表すことができるこれが加速度の大きさだ。で方向は円の中心向きだよね。方向は円の中心向きって答えればいいよね。さあこれが加速度だね。いい 速度加速度はって言われたらとにかくオメガ倍オメガ倍で計算できるこれしっかり覚えておこうねさあ今日のまとめなんだけども今日は等速円運動の加速度を考えてねえ等速円運動の加速度の方向円の中心向きだよね。大きさは r オメガ2乗だよね。 え速度と加速度をまとめて半径と速度と加速度の大きさの関係をとにかくオメガ倍オメガ倍いい ?RR オメガ R オメガ2乗もうそろそろリズム入ってきたよね、えー、半径速さ加速度は RR オメガ R オメガ2乗だとオメガ倍オメガ倍をしっかり覚えようね。えー、さらに加速度ってオメガ使わずに半径と速さで表現できる。 r 分の v 二乗、これもしっかり覚えようね。